こんにちは、コツドンです。38歳彼女いない歴イコール年齢、人生を少しでも良くしていこう。今日はうまい棒卵丼を食べて明日へ向けて力をつけるぞ。うまい棒はたまに食べたくなります。味も美味しいです。うまい棒を材料にして料理作ったら美味しいかもしれません。今日はお肉なかったのでシンプルに卵丼にしましょう。料理には生姜チューブとかニンニクチューブ入れると旨味が出るのでおすすめです。めんつゆも旨味があっていいですね。僕カツ丼チャンネルなのでいろんな丼飯を作っていくのは面白そうです。 B 級グルメ大好きですし、何かチャンネルとしてのテーマというものを決めていくといいかもしれません。このハウスの炒め玉ねぎペーストも玉ねぎをベースにした料理を作る際に入れるととてもいいと思います。味わいがぐっと深まります。昨日から動画の雰囲気変えてみたんですけど、どうですかね。あまり自分らしさを失わず、でも YouTube チャンネルとして少しピシッとした方がいいのかななんて思うところです。最近動画の高評価数が増えました。ありがとうございます。うじうじしていないでスパッと明るく前向きにやっていかなくてはならないですね。動画の低評価数のアベレージは250ぐらいです。高評価数は100くらい。これを逆転させていくのが目標です。頑張ります。難しい。よし。うまい。よいしょ。諦めません。カツ丼チャンネル。